検疫中の船入港する前に本船乗組員の健康に問題なし。検疫に関する通行許可求む。を示す国際信号機9機を掲げる。検疫中は2つ9機を掲げることとなっている。検疫が終わったら入港する港の国旗を掲揚する。国際信号機以前は黄色以外に緑や黒の旗や国際信号機のエル機と同じ旗も使用された。 検疫とは、港湾や空港にて、海外から持ち込まれた、もしくは海外へ持ち出す、動物、植物、食品などが、病原体や有害物質に汚染されていないかどうかを、確認すること。またこれに例えて、コンピュータウイルス対策ソフトで、システムがウイルスに感染していないか、不正に侵入された形跡はないか確認することも、検疫と呼ぶことがある。検疫とは、 特定の国や施設に出入りする人、輸出入される動物や植物及び食品や飼料等、その他、生物を原材料とする物品や生物が含まれる、可能性のある土壌、岩石等を、一定期間隔離した状況において、伝染病の病原体などに汚染されているか否かを、確認、検査することである。英語のクォランティーンは、イタリア語のベネツィア方言。 クアランテーナクオーレンティナを語源としている。これは1347年の国史病、大流行以来、薬病がオリエントから来た船より広がることに気づいた、ベネツィア共和国当局は、船内に感染者がいないことを確認するため、1377年に疑わしい船を当時のベネツィア領だった、クロアチアのラグーサに入港させる前に、 近くの小島に30日間強制的に停泊させる法律を施行した。さらに1448年には首都ベネツィアに入港するときは10日間を延長して40日間とすると改定した。日本でもこれら患者のいる船を40日間置きに止め置くこれら船という言葉があり夏の季語となっていた。また近年では 外来種を水際で防止するために必要な対策となっている。日本における人や食品の検疫は厚生労働省が動植物の検疫は農林水産省が担当しており、全国の主要な空港、海港に設置された検疫所または動物検疫所、植物防疫所にて行われている。なお、日本の植物検疫では、 輸出入など外国との関係で行う検疫を植物検疫国内での病害中防除も含めて行うことを植物防疫という。様々な検疫が各国で行われており、例えば21世紀までイギリスでは狂犬病を予防するためにすべての犬を含むほとんどの動物を6ヶ月間抑留するという法律が施行されていた。現在では、 まさしく予防接種が行われているという証明書を提出することで抑留を免れることができる。検疫、特にその後の長期間の隔離は、その有効性が疑問視される場合には、人権問題になることがある。日本の場合は、厚生労働省所属の検疫官が、空港や港などで検疫を行っている。看護師などはごく一部であり、多くが事務員である。 野菜や果物など農作物は外来の害虫や病原体により大きな被害を受けることがある。例えばアイルランドのジャガイモ基金をもたらしたジャガイモの病気は最初にベルギーで発生した。このためこれらを持ち込む可能性のある植物や土などについては国、地域と品目を特定して持ち込みを許さない場合がある。また、 国内の一部に存在する病害虫の場合であっても、国内の他地域への移動を禁じていたり、検査しないと移動できなかったりする。例えば、日本では、サツマイモの大害虫として知られている、アリモドキゾウムシは、南西諸島の一部に生息する。このため、この地域から、日本国内の他の地域への未消毒のサツマイモ類の持ち込みは禁止されている。同時に、 野生植物の群馬ヒルガオもありもどきゾウムシの機種になるため同様である。また、柑橘類などは検査を受けなければ持ち込みができない。1862年にはアメリカ合衆国産ブドウ内からフランスにブドウネ油虫が広がって周辺国を含めて腰被害をもたらした。その蔓延を防ぐためのフィロキセラ条約が1879年に成立し、 1952年に発行した国際植物貿易条約の原型となった。1992年には国際連合食糧農業機関内に一ッック事務局が置かれ、2019年5月時点で183カ国、地域が加盟するまで拡大した。海外旅行者の増加、インターネット販売など、経済のグローバル化により権益の重要性が高まっているため、 国連は2020年を国際植物防疫年とした。家畜伝染病予防法、狂犬病予防法及び感染症法に基づき、動物、動物加工品などの検疫を行っている。人類初の人工衛星スプートニク1号打ち上げの翌年である1958年に地球外探査による天体汚染に関する特別委員会が組織され、 惑星保護の方針が策定された。この方針では、地球由来の生命及び生命由来物質を他、天体に持ち込まない、生命の存在が予想される天体から地球に帰還する際には滅菌、もしくは完全な封じ込めを行うなどの権益の方針が決定された。アポロ計画では、月の伝染病を警戒して、月面着陸した宇宙飛行士を、 一定期間検疫するために移動式検疫施設が4台開発された。宇宙船本体には殺菌薬ポビドン用土を宇宙飛行士たちは生物学的隔離服を着用し体に自や塩素酸、ナトリウム製剤を塗布して月からの伝染病を持ち込まないようにした。月が無菌状態でありそういった警戒が必要ないと分かった。 アポロ14号以降は、検疫が廃止された。火星探査プログラムなどの地球の生物が繁殖し得る、ハビタブルゾーンに宇宙機を輸送するミッションでは、国際宇宙空間研究委員会の定めた惑星貿易手順に従って貿易が行われる。検疫とは、元来は蒸気のように、病原体や害虫などの有害生物の侵入を防ぐ意味を持つものであった。しかし、 近年では生物多様性の観点からの検疫も行われる。典型的な例はオーストラリアで雑草の種子が含まれている可能性のある品目など国外から生きた動植物や食料品が入ることを厳しく制限している。これはオーストラリアの生物省が世界の他の地域に比べて得意であり、これまでに国内に持ち込まれた他地域の生物が オーストラリア大陸で大被害を与えた例が多々あることとともに国内の得意な生物種を保護することを目指しての措置である。なお、ガラパゴス諸島ではさらに厳格な措置が設けられ、島に立ち入る際には足を洗わなければならない。日本における検疫の手続きは検疫法などの法令による。検疫法は国内に常在しない感染症の病原体が 国内に侵入することを防止することなどを目的として制定されているものである。なお、日本国内での感染症予防や感染症患者に対する一般的な措置については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項目を参照。検疫の対象になる検疫感染症については、検疫法第2条の各号で次のようなものが指定されている。 検疫感染症の疑似症及び無症状病原体保有者に対する検疫法の適用基準については検疫法第2条の2に定めがある。検疫所長は検疫法第2条1号2号に掲げる感染症患者を隔離し、また検疫官に感染症患者を隔離させることができる。日本の検疫法上の隔離の措置は すでに検疫感染症にかかっていることが明らかとなった患者を対象とする措置である。検疫所長は外国で検疫法第2条1号2号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると認めるときには検疫法第2条1号2号に掲げる 感染症の病原体に感染した恐れのあるものを停留し、また、検疫官に感染した恐れのあるものを停留させることができる。日本の検疫法上の停留の措置は、検疫感染症に感染している恐れのあるものを対象とする措置である。出入国管理及び難民認定法により、感染症予防法の一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、 指定感染症または新感染症の所見がある外国人は日本に上陸できない。感染症を人に感染させる恐れが高いものとして、政令で定める指定動物については、感染症の発生の状況などから、厚生労働省令や農林水産省令で定める地域を発送地あるいは経由地とする輸入には、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を要する。 現在、指定動物には、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミが指定されている。指定動物の輸入には輸入検疫手続きを要する。また、上の指定動物を除く動物のうち、感染症を人に感染させる恐れがあるものとして、厚生労働省令で定める動物やその死体のうち、感染症を人に感染させる恐れがあるものとして、 厚生労働省令で定める動物については、輸入届出を要する。届出の対象となる動物等は感染症の予防、及び感染症の患者に対する医療に関する法律、施行規則に定められている。特定の家畜の輸出入には、家畜伝染病予防法上の農林水産大臣の許可、農林水産大臣への届出、輸出入検疫などを要する。 植物貿易法の定めにより、芋造虫や、サツマイモのメガなど、害虫の拡散を防ぐため国内間でも検疫が行われ、沖縄県全域、奄美群島、トカラ列島、小笠原諸島からは、サツマイモや群馬イヒルガオ等のヒルガオ化植物の生栄および生海ン等の持ち出しは禁止されている。したがって、空港や港で該当する物品を所持していると、 没収される。ただし加工品にはこのような制限はない。現地の港及び空港にこれらの注意を促す掲示やポスターがあるので当地を訪問の際には参照されたい。ありがとうございます。